こんにちは、ネイリストのアイです。今日はセルフでマニキュアを塗られるときにマニキュアの持ちが良くなるコツを9つ紹介したいと思います。まず一番最初はマニキュアのカラーを塗る前に甘皮の除去をしておくということ。爪の根元には甘皮という爪と皮膚の間にバイ菌が入り込むのを防ぐ役割の場所があるんですけど、その下にルースキューティクルというちょっと目には見えづらいんですけど爪に張り付いている角質のようなものがあります。その角質の上にマニキュアを塗ってしまうとマニキュアが持たなくなってしまうので、マニキュアの持ちを良くするにはマニキュアを塗る前にその爪に張り付いた角質を取るお手入れが必須です。ネイルサロンに行ってネイルケアとカラーをするときは甘皮のお手入れをするときにこういったニッパーを使って甘皮をカットすることがあるんですけど、これはセルフネイルの場合セルフケアで間違って甘皮をカットしてしまうと菌が入ってしまったり炎症を起こしてしまったりすることがあるので、セルフでされる場合はニッパーを使って甘皮をしなくてもいいと思います。ただ張り付いている角質だけでも取り除いておくとマニキュアの仕上がりの見た目が良くなったり持ちも良くなるので、こういう張り付いている部分だけお手入れするようにしてください。ではマニキュアを塗っていきます。その前に爪に油分が残っているとマニキュアが定着しません。なので爪の油分をしっかり取ってからその上にマニキュアを塗ってください。一番簡単に油分を取る方法はハンドソープなどで手を洗ってからマニキュアを塗り始めるのがいいんですけど、あとは消毒エタノールとか油分の入っていない除光液で表面を拭くのもいいと思います。プロのネイリストはこういったプレプライマーという爪の表面の油分水分を除去してくれたり消毒ができる液体を使っています。こういったものを使うのもいいと思います。では今日はこちらを塗って爪の水分油分を取ってで消毒もしていきます。ではベースコートを塗っていきます。たまにベースコートを塗らないという方もいらっしゃるんですけど、マニキュアのカラーはベースコートの上にしか定着しません。ベースコートはお化粧でいうお化粧下地のようなもので、爪の表面をつるっと整えてその後に塗るマニキュアカラーの定着を良くしてくれます。なのでマニキュアを長持ちさせようと思ったらベースコートを塗るのは絶対必須です。この先端と表面としっかり塗り残しがないようにベースコートを塗っていきます。乾くのに時間がかかるのが嫌だからとベースコートを塗らなかったり、あとベースコートの量が少なめで塗る方もいらっしゃるんですけど、ベースコートはこんな感じで表面がツヤっとするぐらいの量を塗ってください。カスカスとかカサカサとかの量だとベースコートの意味がないので、しっかりこれぐらい全体的にツヤっとする量を塗ってください。では色を塗っていきます。色を塗る時の注意点なんですけど、例えばこんな感じでバーッとはみ出してしまってここにすごくついてるんですけど、これをこのまま放置して乾かして放置してしまうとここからマニキュアが剥がれやすくなってしまいます。なのでこういったはみ出しをした時はきっちりとこういう細い棒ではみ出しをしっかり取るようにしておいてください。また塗る時に気をつけることなんですけど、表面だけではなくて先端も塗るようにしてください。色を塗るときはハケでしっかりと量の調節をして、あまりたくさんの量を塗りすぎると乾くのが遅くなってしまったり剥げやすくもなってしまうので、多すぎず少なすぎずの量を塗るようにしてください。最後にトップコートを塗ります。トップコートは表面をツヤっとした仕上がりにしてくれるのと、その前に塗ったマニキュアカラーの持ちを良くしてくれます。トップコートを塗っていないとすぐに剥げてしまうので、トップコートも先端表面塗り残しなく塗ってください。マニキュアを塗ってから3日おきくらいの頻度でトップコートだけ重ね塗りしていくのもマニキュアが長持ちしていくのでおすすめです。あとはマニキュア自体を剥げにくいマニキュアを選ぶっていうのも大事なんですけど、ネイルサロンで扱っているようなプロ用のマニキュアとか使ってもらうと長持ちするかと思います。
私のおすすめは CND というブランドのこちらのバイナラックスなんですけど、これはベースコートいらずで8分半で早乾きします。そして自然光に反応して強度が増すようになっているので耐久性があるネイルになります。結構硬い仕上がりがお好きな方にはおすすめです。あとこちらのゾーヤというブランドも長持ちネイルとして海外では評価高いんですけど、人体に有害な成分を全て取り除いて作られたマニキュアで、乾いてからも柔軟性があるのが特徴で、地爪の柔らかい動きにフィットするので長持ちしてくれるっていう感じです。こっちは硬く仕上がって長持ち、こっちは柔らかくて動きにフィットして長持ちって感じです。それぞれ違うんですけど、どっちも長持ちするポリッシュです。あとは塗る色を、こういった普通のマニキュアの色を塗るよりもラメの色を塗ってもらう方が長持ちします。というわけでマニキュアが長持ちする塗り方9つでした。おさらいしておくと、甘皮の除去をしておくこと、そして油分の除去をしておくこと、ベースコートをきっちり塗ること、トップコートもきっちり塗ってください。そして塗るときはちゃんと先端を塗る、あと塗るときにはみ出したところは取っておく、で少なすぎず多すぎず適量を塗るということ、剥げにくいようなマニキュアを選ぶ、もしくはラメの入ったマニキュアを選ぶでした。ではご視聴ありがとうございました。